ラミントンさんはパプアニューギニアのオロ州にある清掃火山である。標高は1680メートル。オロ州の州都ポポンデッタから南南西に約10キロメートル離れた熱帯雨林の中にそびえ立つ火山。ラミントンという3名はクイーンズランド州総督のラミントン男爵チャールズ・コクランベーリーから来ている。1951年に大噴火を起こす以前は 有史に入り一度も噴火したという記録がないため、この火山は周辺住民から死火山だと思われていた。前日の通り、この火山は有史に入ってから一度も噴火しておらず、この噴火が歴史上初めての噴火である。1月15日、山頂付近で地滑りが発生。その翌日以降、噴煙を出し、体に感じる地震の数も増えていった。 3日後の18日には本格的な火山活動を開始した。そして、その3日後の21日10時40分頃、ラミントン山は大爆発をした。数分後には噴煙を上空1万5000メートルまで一気に吹き上げた。この大噴火により、噴煙柱の一部が崩れ、崩れ落ちた噴煙は熱雲、つまり火砕流となって南北に渡りラミントン山の斜面を下って、 山麓にある集落を襲った。襲われた北部の日がるなどの集落はほぼ壊滅し、2942人の死者が出た。犠牲者の死因のほとんどは熱風を吸い込んだことによる軌道熱傷と排水種だった。この大噴火の直後から山頂付近で安山岩室の溶岩ドームが出現し、成長を始めた。3月初旬には爆発により一度消滅したが、 その後再び出現。成長し、翌年1月には高さ570メートル、体積は1キロ立方メートルまで達した。この溶岩ドームは現在も残っている。噴火後、オーストラリアの火山学者、ジョージ・テイラーにより噴火の詳細及び被害状況が調査された。現在、ラミントンさんは1956年の噴火を最後に活動を休止している。 1951年の噴火による被害 ABC ラミントングローバルバルコネザムプログラムスミソニアンインスティチューション2012年11月29日閲覧チザムアレック・ヒューザ・オーストラリアン・エンサイクロペディアミシガン・ステート・ユニバーシティ・プレス P225 この記事は以下のカテゴリでも参照できます1951年のラミントン3噴火に関するカテゴリ ありがとうございます。